海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん、今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた一年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第一回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、日本への対抗意識が見えているし、そんな見えだけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、その柱は何と言ってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F-35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズにいけば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、2度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、艦首部の飛行甲板を台形上から四角形に改修する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、
飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的とみられているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を基としているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている現れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす、というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県のニュータバル基地にすることを国が発表しているよ。加賀は広島県の呉基地を母港であり、ニュータバル基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型がニュータバル基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活権を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介したニュータバル基地だけど、このニュータバル基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう。という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西の表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地の受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、
自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと、これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。領艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で十数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。うんうん、日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。